あの家に帰り次第、もう井の一番に読みたいなっていうふうに思っていて、もちろんその大事に大事に自分読みたいっていう気持ちはあるんですけども、それは後でもできるので、まずは、一通り読んで、母親のとか父親の世代で結構こうファンがいるっていうイメージですけど、結構私の同年代の友人でも春樹が学生時代から好きでっていう子が何人もいるので、すごく愛されてる作家なんだなと。